本日は、関東連合の一つである、新宿十二層メドゥーサをお送りさせていただきます。ちなみに、新宿十二層メドゥーサといえば、元祖アウトロー YouTuber の村井さんを浮かべる方も多くいらっしゃると思います。ぜひとも、鬼面島の YouTuber とコラボをお願いいたします。それでは、行きましょう。暴走族、スペクターの派生チームの一つとして、新宿スペクターが誕生いたします。新宿スペクターは度重なる抗争を繰り返し、武闘派として名を馳せていきます。けれども、チームの中には、もともと、暴走行為、走りが好きで新宿スペクターに入ったのに、喧嘩に明け暮れる日々に不満を持つメンバーもおりました。そして、70年代半ば頃に、喧嘩に嫌気をさした走り好きなメンバーが脱退し、新宿十二層メドゥーサを旗揚げします。その後、川崎下幕に、向こうが丘遊園メデューサーも誕生しました。走りに重きを置いた暴走族ではありましたが、どうしても暴走族同士の抗争に巻き込まれることもあり、80年代以降は時代の流れにより、メドゥーサも喧嘩中心の武闘派チームとなってしまうのです。そして、同時期に関東連合の一つとなったのです。それでは、また、お会いしましょう。チャンネル登録お願いします。